はいどうも、井上陽介です。今日はですね、教育費についてお話をしたいと思います。一般的なケースで言うと、高校までは公立で、私立の大学に進学するっていうケースが一番多いと言われています。で、この私立の大学っていうのはたくさんのお金がかかるので、そこに対して準備っていうのがある程度必要なんですけど、大体それをどれぐらい貯めればいいのかって目標額。で、実際どれぐらいの費用がかかるのかっていう統計の数字とかっていうところで、まあ、その準備するための考え方とかっていうところもお話をしていきたいと思います。先に大学進学のためにお金を準備するんであれば、目標額としては、まあ、大体必要な学費の3分の2ぐらいは準備しておくっていうふうに考えておいてください。で、大体どれぐらいが必要になるのかっていうところで言うと、国公立の大学だったら4年間で大体300万円弱ぐらいいいですね。で、私立の場合で言うと文系と理系で大きく変わってきて、文系の場合はだいたい450万円ぐらいは最低でもかかってくるかなと思います。これがね、年々やっぱり上がってきていて、僕5年ぐらい前からいろんな大学とかでお仕事させていただいたりしてるんですけれども、その時ですね、400万円ちょっとぐらいだったところも年々上がっていって、もう今450とかかかってくるっていうところなので、やっぱり学費っていうのは上がっていってる傾向にあります。なので、まあ文系としてはだいたい450ぐらいは必要になるっていうふうに考えておきましょう。で、次に理系大学ですけれども、理系大学の場合も最低でも600万は絶対必要です。多く見積もって700万円ぐらいは4年間進学するだけでかかってくるっていうふうに思ってください。なので、まあ、1年換算すると文系でも100万円ぐらいは授業料っていうのがかかってくるし、理系だったらもう年間150とか200万とかっていうのがかかってくるっていう世界なんですね。ということは1ヶ月10万とかっていうお金を毎月のお給料から学費に充てるっていうのはなかなか厳しいっていうことなので、まあ、あらかじめの準備をしましょうっていうことで、その目標額はだいたい3分の2ぐらいっていうふうに僕はいつもお伝えをしています。だから450万円ぐらい文系大学で必要なんであれば、もう最低でも300とか350ぐらいは子供が18歳になるまでに準備をしておくっていうふうに考えておいてください。18歳のお子さんがいてる方とですね、この学費の相談の話をするときいつも驚かれるんですけれども、学費ってね、思ったより早く必要になってくるんですよ。実際に受験とかって、一般とかやったらまあ3月とかに受験するんですけれども、まあ、早いやつですよね。指定校推薦とか、まあ、普通の推薦とか、あとまあ AO 入試とか、まあ、いろんな方法が最近だったらあるんですけれども、例えばもう指定校とかの場合であっても、大体もう10月末ぐらいにはもう合格が決まっているし、合格発表の大体1週間後ぐらいとかにもお金払うっていうのが、まあ、おそらくメジャーだと思うんですね。なのでもう高校3年生になったら、もう大体4月からスタートしたら、もう年内には100万円ぐらいのお金っていうのが必要なんですよ。最初に入学金と前期の授業料とかっていうのは払ったりしないといけないので、であとまあ受験料やら何やらって考えたら、多分100万ぐらいは最低でも必要になるっていうふうに押さえておいてください。だからまあ早めに準備しないといけないし、まあ18歳というか17歳でもいいんですけど、大体その時に最低でも100万円。で、できればトータルとしてはその必要な学費の3分の2ぐらいは用意できれば好ましいっていうところなので、それを目標にしてください。実際お家から通うってなってもですね、結構遠い場所だったりすると半年の定期だけで20万とか払っている人もいたりするんですね。まあ、10万とかはザラだと思います。ということは年間で20万、4年間で80万とかってなってきたら、もう学費以外にも交通費だけでもそんだけかかってくるし、教科書買ったりなんやらって考えたら、やっぱり結構なお金っていうのはかかってくるので、まあ、事前の準備をしておかないと、まあ、その分何かでお金を借り入れしたりとか、まあ、もしくはもう最初の段階から子供に奨学金っていうところで協力してもらうっていうふうに考えるのも一つだとは思うので、まあ、ある程度お家で用意してあげたいなと思ってるんだったら、中身ますが3分の2ぐらいを目安にしてください。ちなみに児童手当っていうのがありますよね。子供ができて所得が高い方はちょっと減額されたりするんですけれども、児童手当っていうのがあって、これ大体ねトータルで200万円ぐらいはもらえるんですよ。だからこれに手をつけずに、これ貯めとくっていうのも一つだと思うんですね。で、実際まあ各自治体に載っていて、多分ね自治体によって金額変わることはないと思うんですけど、大阪府の大阪市のやつを見ていくと、これ児童手当のページですね。で、ここの対象者とかっていうところのこの内支給内容っていうところを見たら書いてますね。3歳未満は毎月1万5000円ですよ。で、3歳以上になったら、子どもの人数によって金額変わったりするよとかって書いてあります。で、対象者のところにですね、まあ、ここはまあ普通に子ども扶養してるっていうことが条件 で、所得でね、ここで所得が高い方っていうのは制限かかるよっていう感じなんですけど、
このあたりを説明省略しますが、まあ、ざっくり最低でも年収がこれ以下の方っていうのはあんまり気にしなくていいっていうことなので、これ以上高い方っていうのは段階的にこう子どもの扶養している親族の方の人数に合わせて上限というのが変わってくるっていう感じですが、何も制限かからなかったらトータルだいたい198万かな、まあ、それぐらいは受け取れるっていう感じなので、まあ、ここプラスあとプラス200万貯めないといけないって考えた時に、例えばまだ子どもが生まれてなくてこれから子どもの教育費を準備していかないといけないな、どれぐらい貯めたらいいんだろうと思ってる方は児童手当はもう手つけないで残り200万円ぐらい上乗せで準備しておくって考えたら、まあ、単純に200万割る18とかで計算していただいたら、だいたい1ヶ月あたりどれぐらい貯めないといけないっていうのが分かりますね。なのでその分をもう先に、例えば会社とかに財形制度があるんやったらもう財形とかで天引きで貯めていくとか、もしくはもう学資保険もまあ利率下がってきてるので魅力はだんだん下がってきてますが、まあ、そういうのを使うっていうのも一つだと思います。まあ、とりあえずですね、しっかり貯めるっていうことが準備としては大切なので、その何で貯めるかっていうよりかはまずは目標額っていうのをしっかり考えて、その目標額の分だけ先に先にお金を貯蓄に回していくっていう感覚にしないと、やっぱり教育費っていうのはなかなかたまらないですね。子供が大きくなっていくと、まあ、習い事とかいろいろさせてたらその分お金かかっちゃうし、子供が大きくなってきたら生活費増えたりとかいろいろかかってくるので、早い段階子供がちっちゃい時から将来のに向けて貯めていくっていうふうに考えておいてください。はい、ということで今日は教育費ってどれぐらいかかるのか、でどれぐらい貯めておけばいいのかっていうところのお話でした。もしよければチャンネル登録お願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。